はもう本当にオリンピックに、まあ、シドニーを逃してシドニーから4年後のこのオリンピックでまして日本で予選が開催されるということでスタッフも含めて、まあ、私たち選手はやっぱり女子サッカーの発展その間の時期っていうのはやっぱりリーグもなかなか厳しい環境でやってたので、まあ、そういった部分で女子サッカーに注目をしてもらうためという思いでオリンピックっていうのはすごく強い意識をしました、まあ、とにかくその準備予選に向けて一番ベストな 準決勝で朝鮮民主主義人民共和国と当たるっていうことで、まあ、それに勝たないといけないっていう部分ではそこに向けて一番ベストな状態に持っていくっていうところだったのでもう合宿中はもう選手それぞれもやっぱアピールするところチームが一つになるところっていうところに重点を置いてました。まあ、今までリーグも含めて、まあ、100人単位のお客さんだけだったんですけど、まあ、その時はいろんなバックアップのおかげで3万ちょっとのお客さんが今までに女子サッカー界ではないようなお客さんが来てくださって逆にすごく心強くて、まあ、これだけこう注目していただいてるってところにもう私らは逆に感謝ってい もうなんていうんですかねこう後押しされたのですごく心強かったですね。ピッチに出るまではどんな様子かなとか正直、まあ、緊張感もあったんですけど、まあ、やるしかないという思いでグラウンドに出た瞬間の、まあ、お客さんの数を見て逆にもう本当ワクワクしてもう、まあ、私らはこのために準備をしてきたからあとはやるだけだねっていう思いでもう安心してできました。いやもうとっさに来たボールに反応して、まあ、ゴールも決まったので、まあ、私自身もフォワードでの役割っていうのは点を取ることだなというのもずっと強い思いでやってたのでそこで、まあ、グラウンドでもこう、まあ、綺麗なゴールではないんですけど決まった瞬間本当に嬉しかったです。いやもう達成感ですね。このためにこの日のために、まあ、みんなで準備してきてもうピッチに出る人出れない選手も含めてチームが一つになってたのでそういう思いとサポーターの皆さんの後押しもう全てそれが力になった成果が出た喜びだったので本当にもう良かったって そこだけです。はい、朝鮮民主主義人民共和国の準決勝が一番のやっぱこうそこまでやってきたっていう思いがあったので逆にオリンピックっていう部分ではここにようやく来れたんだなっていうふうに思って、まあ、ここではもう本当にチャレンジ自分がどここのチームでどこまでみんなでチャレンジできるかなっていう一歩目だったなっていうふうには思います。スウェーデン戦はオリンピックの開会式の前だったのでなおさらこう注目度があるっていうこともあったのでまずやっぱスタート戦日本の選手団として先陣を切れるためにはやっぱ勝利が絶対だねっていう話も、まあ、スタッフも含めて話をしてたのでそういう部分でその日のために準備した成果がまた出たのでそこは次まあ予選で自信がついてたのでそういう部分ではすごく堂々とプレーができたなと思っています。いやもうとてつもないもう世界一のチームにどれだけ日本が挑めるかっていう本当に挑戦者のみ の挑戦者ではあったので、まあ、どこまで食らいついて世界のトップについていけるかっていうところの中でもやっぱりそこで勝利をみんなは勝つためにやっていたので結果は負けましたけどそういう意味ではすごく少し近づけたのかなってその時は実感しました。やっぱり女子サッカーに対しての注目してもらえる場所がオリンピックなので、まあ、それは他競技も一緒だと思うんですけど、まあ、特に女子サッカーの場合はオリンピックでこう成果を出してもらっ
で知ってもらえて、これがまた日本の国内リーグにもつながるっていうのはいうのがあるので、あのすごく重要な大会っていうふうに、あの、まあ、私も含めてですけど、みんながそう感じています。